ベップ・ファン・クラフェレムは、オランダのボクシング選手である。1928年アムステルダムオリンピックで、フェザー級に出場し、金メダルを獲得した。ランバート・ススティーンホーストという名前で、ロッテルダムで生まれ、8歳の時に、ギフ・ピーター・バン・クラベロンの名前を継いだ。ニックネームは、ザ・ダッチウィンド・ミルである。173センチメートル、57キログラム。 1931年にヨーロッパのライト級チャンピオンになり、1938年には同じくミドル級のチャンピオンになった。1956年3月19日、48歳の時に最後の試合を行った。弟のピエトファン・クラフェレンもボクシング選手であり、1952年ヘルシンキオリンピックにオランダ代表として出場した。 ロッテルダムにある彫像1992年、オランダ人彫刻家、ウィレム・バーー・ボーンによる記念の彫像がロッテルダムに建てられた。現在でもファンクラフェレムは、オリンピックのボクシング競技で金メダルを獲得した唯一のオランダ人である。ありがとうございます。